沖縄県の読谷村。ここは70年前、アメリカ軍が沖縄本島に上陸した場所です。私たちはその読谷村に住む一人の女性を訪ねました。上原豊子さん、78歳。豊子さんは私たちをガマと呼ばれる洞窟へ案内してくれました。アメリカ軍が上陸した時、当時8歳だった豊子さんは一家でここに避難していました。こっち昔と変わってます？変わっていると思います。もっと低かったけど、体をかがめないと入れない岩の入り口をくぐると、奥行き100メートルほどしかない狭い空間が現れます。70年前のあの日、豊子さんがここで目にしたのは集団自決という悲劇でした。豊子さんたちはアメリカ軍の上陸を前にこのガマへ逃れました。暗闇の中で女性や子供を中心におよそ140人もの住民と身を寄せ合っていたといいます。中には瓶や缶詰など当時の生活の面影が。自決に使われたと思われる刃物の周りには人の骨が70年経った今も残されていました。ガマの中で家族6人が身を潜めていた場所へ向かった豊子さん。私たちがいた場所、ここに、ここに出てるんじゃない、ここに、ここに。当時のことを思い出し、辛い記憶がよみがえります。1945年4月1日の朝、アメリカ軍が読谷村に上陸。豊子さんたちがいたガマがあったのは上陸地点からわずか800メートルほど。アメリカ軍にすぐ見つかりました。豊子さんたちのガマを取り囲んだアメリカ兵、恐怖に怯える住民たちに投降を呼びかけてきました。上尻にもう戦争終わったから、何もしないから出てください、食べるのもある、水もたくさんあるからって言って、アメリカ兵に捕まれば殺される、捕虜になるくらいなら死んだ方がいい、そう思い込み投降に応じなかった住民たち。そして極限状態に達した住民の中からこんな叫び声が上がったといいます。もう終わりだ、鎌はないか、包丁はないか。家族や住民同士で殺し合う集団自決が始まったのです。18歳になる人はお母さんに産んでくれてありがとう、私を殺してちょうだいって頼みよったんです。そしたら包丁で背中やるもんだから、その血はこの打ってる人に飛んできた。痛いって地獄ですよね。自分の命を、子供を自分の手で殺していくんですから。でもその人たちにはまたその人たちなりにいたずらされるよりは自分の手でという、親がこれでやったんじゃないですか。ガマのあちらこちらから聞こえてくる叫び声や悲鳴。毒薬の注射を持っていた看護婦の前には長い列ができました。私の兄は並んだけど、
あんたは待ちなさいって言って、自分の親戚や友達から先って言って、そして注射一本残った時、これ一本残ってる、これ私のものって言って注射して眠っていた、眠りやったんですって。でもここじゃないですかね。布団広げてどうした？あの布団を子供たちにかぶせて石油を撒いて火をつけた。瞬く間に煙が充満するガマの中で、豊子さんは生きたいと思ったことを覚えています。助かりたいという気持ち、生きて、生きて、助かりたい。その時、豊子さんの母親がこう言いました。どうせ死ぬなら太陽拝んで死んだ方がいいって。豊子さんは母に連れられてガマの外へ、アメリカ兵に収容されたといいます。母がみんなと一緒にと思ったんだったら、もう煙で死んでいたかもしれない。母の意思によって救われた。わずか2時間ほどでガマにいたおよそ140人のうち83人が自決、そのうち49人が18歳以下の子供でした。この世の中なっても生きていれば幸せに暮らせたのに。なぜ住民たちは集団自決を選ばなければならなかったのでしょうか。日本軍は住民が捕虜になり情報が漏れることを恐れていました。そこでアメリカに捕まると殺されると恐怖心を煽り、捕虜となるのは恥、捕まる前に自殺しなさいと教え込みました。この恐怖心の刷り込みと教育が悲劇を生んだのです。あの集団自決から70年、豊子さんは当時子供だった自分たちにも恐怖心が刷り込まれていたことを覚えています。戦争が負けたら首に縄をで縛られて、車で引き殺されるという噂を覚えています。怖いというイメージが植え付けられていたんじゃないですか、戦前は。あ、戦争前に負けたらそうなるよと言いました。豊子さんたちがいたガマで悲劇が起きた一方、集団自決を思いとどまった住民たちもいました。知花春夫さん81歳。当時11歳だった春夫さんは読谷村にあるガマの一つへ避難していました。僕らがおったところはあっちだ、あれあっち、家族5名、親戚の人たちでほぼいっぱい。1000人とも言われる住民が集まっていたこのガマも、上陸直後のアメリカ軍にすぐ見つかってしまいます。知り合いのおじいがアメリカ白鳥のロート中にあるの、入るのこっちから見えたの。そうしたから中はもうパニック、そうだしだってわわ泣き叫ぶ人もいるし、薬が持ってるで中に行こうと、ということはその薬で自殺という意味でしょ。集団自決へ向かおうとした住民たち、その時一人の男性がアメリカ兵の前に立ち会話を試みました。春夫さんの祖父平蔵さんです。平蔵さんは20年以上ハワイで暮らした経験から、話せばわかる、抵抗しなければ殺されないと思っていました。
大丈夫だと、ついてこいって言って平蔵が先に行ったので、僕らも後をついて出て行ったと。これは平蔵さんがアメリカ兵と実際にやり取りしている映像です。痩せ細った平蔵さんを取り囲んだアメリカ兵、アメリカ軍が記録していました。平蔵さんはガマの中の住民たちに抵抗する意思がないことを英語で説明したといいます。日本の兵隊はいませんと、避難民は大体1000人ぐらいいるだろうと。そしてパニックに陥っていた住民たちを諭したといいます。出た方がいいよと、ああもう殺さんって言ってるよ、出てと。平蔵さんの行動でガマにいた住民たちの命は救われました。集団自決を目の当たりにした豊子さんは、噂を鵜呑みにして死んだ人かわいそう、布団を燃やした親なんかひどいじゃないですか、子供たち。でもこれ噂を信じたためにそういうことになった。戦争はあってはいけないということですよ。戦争なければこんな思いしないですもん。